片寄良太，日本人，因为从小就喜欢音乐和唱歌，所以现在この空の下で巡り合う奇跡、見上げた虹の向こう、愛に行くから。作为放浪新世代的主唱，现在在包括日本在内的亚洲人气急速上升，特别是在中国超级有人气，在微博明星亚太排行榜上是耀眼的第一名。这样超级人气的片寄良太，在这个月因为演唱会来到了上海。日本だと考えられないですよね、こんな高いビル。おお、これは初めて来た。すげえよ。うひょー、でかっ、やばいよ。これがザ・上海か。因为这天片寄良太没有日程安排，我们得到了跟踪采访他个人生活的机会。写真とか全然撮らないわ。ああ、そんなにあれかもしれないですね。うん、だって僕は絶対みんな写真撮るからさ。確かに。今こう撮ってもらってるからいいかな。すごい。こちらじゃあ。あれは結婚写真ですね。はい。中国人は必ず撮るんだよ。俺も撮りましたよ。あ、本当この人と一緒に。この人と一緒に。彼女いるんですか？いないですよ。あ、いないですか？いても言えないの？いても言えないです。そうだよね。どういうの、どういう女性のタイプですか？现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地，一定有着很深层的理由。这集的主题是在中国人气爆棚的日本明星的烦恼。导演对于迎来了出道五周年的片寄良太进行了一次很长的访谈。なんで歌手になろうか、ダンスか。父親が音楽の教師、高校の。で、じいちゃんも中学の音楽の教師。結構音楽一家で、ちっちゃい頃からピアノ習って、そんな流れで、まあ、歌とかも好きで、中学ぐらいの時に、俺の先輩のエグザイルにハマって、その時に、ボーカリストのオーディションがあるってなって、ファン心もありつつ、歌も好きだし、俺はまあ受けるしかないし、で、やっぱ親も別にまあそんな記念みたいなのもあるし、行っておいでよみたいな感じの軽いところからなんですよ。在那次选秀比赛中脱颖而出的片寄良太，之后为了正式出道，从老家大阪的高中退学，只身一人来到了东京。中学の時に結構勉強も頑張ってて、結構まあある程度の高校に入ったんですよ、大阪で。なんかその周りにはすごいもったいないお金って言われてて、なんかでもそこで親は。なんか大学にいつでも行けるから、まあ、今できることやったらいいんじゃないって背中を押してくれて、いいこと言うね。そこでもし迷ってる親がいたらちょっと変わってたかもしれないですね。それはその言葉は恵まれましたね。带着没有在上海观光过的片寄良太，导演特意来到了田子坊。何これ。お、お茶屋さんだよ。ちょっと良くない？わ、すんごいいい香りする。あ、这什么茶叶だ？水果茶。可愛。可愛。これが。彼女じゃなくてね。いや、家可愛。可愛。可愛だって。家可愛。これは面白い。ここ面白い。面白いですか？うん。中国の人ってパンダ好きのイメージじゃないですか。そう。あ、オシュネイク。あ、知ってる。知ってる？知ってる知ってるっぽい。オシュネイク、就是就是那个欧巴不是有一个，哇，好帅啊！啊，这是日本的。超可愛い。Yes。あ、知ってるんだ。谢谢。再
因为电视剧《哥哥太爱我了怎么办》而一举成名的片寂凉太，在中国比起作为歌唱组合的成员，作为演员的片寂凉太知名度要高得多。哦哦，してる？认识他吗？片寂凉太。哦，すごい。谢谢。谢谢。啊 ，no no follow 啊，不好意思，握手可以，可以握手。OK OK。谢谢。Thank you。谢谢。すごい。嬉しいね。超えるじゃない。なんかカフェも。で。すげえ。超良くないですか。超いい。这时导演问了片寂凉太，可愛い，对于在中国他的人气在组合中太凸显这件事的想法。他のメンバー焼きもち焼かないですか。焼きもちは焼かないと思いますけど、なんかちょっと辛いなと思う経験はありますね。なんか逆にこの今回のツアーで、うん、一人だけがなんかみたいな、なんかそれがすごく申し訳なく感じる瞬間もあるし、でもそれがなかったらそのチャンスというかきっかけも生まれてないんだけど、その葛藤が今回のツアーで一番大きいですかね。作为七人组合的放浪新时代，在日本，七个人每人都有着自己的粉丝群体，并不是谁更突出的有人气。但是在中国就不同了，片寂凉太微博的粉丝有70万，而组合的粉丝大约有5万。日本でいる時のグループのバランスっていうのがやっぱあって、やっぱこっちに来るとそのバランスが本当に大きくガラッとこう崩れて、もうそう、固執してる感じになっちゃうね。でやっぱそうするとやっぱ他のメンバーがどこに向けてやってるかっていうのがやっぱ一瞬見失いかけるところってすごいあったと思うんですよね。だからそこが俺はすごく逆に、難しいなと思いました、正直。だから全然手放しにこう自分が中国で人気だからイエーイとは全く思わない。あ、まあいいじゃんみたいな、俺が今中国で人気だからみんな俺のこう知名度利用してのし上がっていこうぜでいいじゃんっていう。そうなんですよね。やっぱ難しいですよね、そのやっぱ若いメンバーたちなんで、やっぱ 僕も含めて、まだ20代前半で。そうだよね、 そこまで綺麗に割り切れないか。他现在一边考虑着其他成员的感受，一边更加积极的想要融入中国。これ行こう、これ。うわ、何これ。入る。うわ、無理だよ。いや、いけるでしょ。にわにわ、帰る帰る。まんまでしょ。まんますぎでちょっと。さあ、どうする。一個行きましょう。一個行く。やるね。男だね。じゃあ、ライメンバー。うわ、もうもろだもん。ああ、くあ。ああ、うまい。そうでしょ。うん。美味しいんだよ、普通に。でも目は合わせない。見てないね。見てないね。ちょっともういいかな。あ、もういいかな。ちょっと食べてないじゃん。いや、もう十分美味しかったです。只要有新发现，无论是什么事情，都会想尝试的片寂凉太。これ面白い。何これ？これ似顔絵人形。これ作る、作れば。いいんすか？うん。多少钱？480和580一个。480、580。いくらですか、それって？1万円。結構高い。高いよ。谷口さんにお金借りよう。那坐一下呗。他要拍照。これってどうやってやるかどうか。これにしようか。这也可以吗？可以。他现在最投入的一个事情就是学习中文。上海电影。すごいじゃん。上海电影。电影。我饿了って言うんですよ。腹減った。饿了吗？饿了。哦。分かんない言葉が多すぎて、やっぱ一から覚えなきゃなって思いますけど、でも中国語のレッスンも日本でやってるんですよ。ああ、そうなんだ。だからか。美好的回忆。美好的回忆。この的はね、ケースの方がいいです。ああ。
学习中文第一步的目的是想在演唱会上做主持的时候能用中文和大家沟通。結構リハーサルとか撮影とかもあった中で、その先生からもらったこうボイスを頼りにあのはぁと思いながら、あとその意味が分かってないとその伝えられないというか、ちょっとこう会話にならない部分があるんで、その意味をちゃんと理解した上で言うっていうのをすごく意識してたかもしれない。三天后，他们迎来了在上海演唱会的第一天。啊，お疲れ様です。来吧。まもなく降りる。こんにちは。渋滞だったんです。ああ、そう、めちゃめちゃ渋滞。お疲れ様です。頑張ってます。ありがとうございます。あ、見れるんですか？人形できた。あ、出た。これ持ってきたけど、後で渡します。現在可以打開一下吗？那个。现在不行，没没时间。今日拝見させていただきます。頑張ってください。はい。中国大陸残り3公演なんで。しっかり、ここに来た意味を見出せるように、この先につなげるイメージをみんなで持って意識して、あとは楽しんでいい結果爪痕を残して頑張りましょう。レゴー、はい、他们现在一直看镜子，看镜子，有可能看自己。演唱会正式开始之前，每个成员都在以自己不同的方式提高集中力。演唱会正式开始了。会场坐得满满的，天气凉太的中文主持能顺利进行吗？你们好吗？今天能见到大家，我们很开心。希望今天能给大家带来美好的回忆。你们准备好了吗？感谢大家一直以来对 Generations 的支持，希望大家今后继续支持我们。我们太爱你们了，怎么办？谢谢大家，谢谢。结束了，结束了。演唱会结束后，导演去送做好的人偶。お疲れ様です。ありがとうございました。やべえ。これ。これ。现在马上拍。这次拍摄的最终采访，第一个问题：这次在中国最强烈感受到的东西是什么？プライスレスな時代にすごく来ているじゃないですか。SNS とかも、もうお金をかけないっていうことがすごく。
もう当たり前になってて、だからこそじゃあもう本質的な部分でしかお金はもう生まれないっていう前提で生きていった方がなんかすごく賢いんじゃないかなって思い始めていて。いやー賢いね、そこまで考えつくんだ。いやでもそうじゃないですか、絶対。だからこうああやって取ってくれることが今締めたけど、もうだってそれが宣伝になるわけです結局。ちっちゃいこと気にしてる方がよっぽどもったいないですよね。それが海外ですよね。最後一个问题，今后的目标是什么？これから中国、アジア、世界でどういうふうに頑張っていきたいかっていう目標を教えてください。まあ、でもすごいやっぱ今チャンスにすごく恵まれてる自分だなって思うので、まずはアジアのビッグスターになれるように、なんかそれを誰もが認めてくれるような、ああもう彼がやっぱアジアのビッグスターだよねって思ってくれるような存在になれるように、まず一つ一つ丁寧にいろんなこと続けて積み重ねて応援してもらえるように頑張りたいなと思います。その先はまたもうその時には多分次の夢がまたできてる、その時がまただから、もうその時じゃなくてもいつでもぜひ話聞いてください、はい、そのアジアのスターになるために今一番足りないものは何ですか？まずでもチャイニーズじゃない、言葉もっともっとやっぱり自分の言葉っていうものが出てきた方が絶対伝わるものが増えてくると思うので、まずチャイニーズを学んでいきたいなと。加油加油。片吉良太正在非常努力地学习中文，作为证明我们拍摄到了非常珍贵的一段视频，最后送给大家欣赏一下。もう一回歌ってもらっていいですか？恥ずかしいわ、撮られてると恥ずかしいわ。我愿意为你，我愿意为你，我愿意为你，我是我是你，只有你才是那有我为你，什么都愿意，什么都这集的抽奖是这个。